今回はベーシストのトモさんにツイステッドワンダーランドに登場するイデア・シュラウドのヘアメイクをさせていただきました。ビッグネットをかぶり、キャラクターに合わせたイエローのカラーコンタクトを入れていただきます。パイラナイト専用ジェルを塗り、美容機器パイラナイトでお顔をリフトアップさせていきます。全体的にジェルを拭き取った後、スキンケアをします。眉周辺は眉消しシールを貼るので、剥がれないようにウォータークレンジングでしっかりジェルのぬめりを拭き取っておきます。眉毛に眉消しシールを貼り、眉毛を寝かせます。今回は左右2枚ずつ使用しました。血色を悪くするためにリキッドハイライトを顔全体的に塗り、スポンジでなじませます。その上にハイライトで使用する白のファンデーションを薄く重ねていきます。眉を消すときはコンシーラーと白のファンデーションを混ぜて塗っていきます。首も顔に合わせて少し白めに塗ります。白塗り用のフェイスパウダーで全体的にテカリを抑えます。同時に手も肌の色を合わせるために白目に塗ります。アイメイクに入ります。キャラクターのダークな目元を表現するためにグレーのアイシャドウを目の周り全体にのせます。下のアイシャドウも大胆に塗っていきましょう。黒のアイライナーでアイラインを引き、目頭切開も入れます。アニメ特有の平行四辺形の目の形を作るために、目の下のアイラインは特徴的になっています。黒目の下はまっすぐな線から、目尻は隙間を空けています。アイラインが完成したらダブルラインを引きます。目の下をクマっぽく見せるために、最初にグレーのアイシャドウをのせたところに黒のアイシャドウを重ねてぼかしていきます。ダブルラインの間の目尻も黒のアイシャドウで締めます。ダブルラインの真ん中と目の下の全体にブルーのアイシャドウを入れます。青のアイシャドウを全体に入れてしまうと派手なメイクになり、ダークさが消えてしまうので、部分部分を意識して青のシャドウを入れていきます。さらにダークさを出すために、黒目の下の部分に黒いシャドウを足していきます。眉毛は細く8の字に垂れた困り眉に描きます。はじめに眉頭、眉尻を決め、細く線を描いてからバランスを見ながら太さを調節していきます。リップは先に黒のペイントカラーをのせ、その後に青のペイントカラーを上に重ねます。唇の厚さは薄めで、口角を横に広げています。唇の輪郭は綿棒でぼかします。メイクが完成したので、ウィッグをかぶせて微調整をしてヘアメイク完成です。サファイアブルーの青い炎のようなグラデーションの入ったロングヘアに、陰り身を帯びたイエローアンバーの瞳、目元にクマがあり、青い唇を持っています。アイメイクはキャラクターの目にどこまで似せられるか、研究に研究を重ね再現しました。炎の立ち上がった髪はウィッグをエムズスタッフが作成しました。人が集まるところは嫌いだ。一人にしてくれ。
髪の毛の流れや束感、シルエットなど細部までこだわりました。ツイステッドワンダーランドに登場するイデア・シュラウドのヘアメイクをさせていただきました。